風土というところを変えていかないと会社が変わらないんじゃないかっていうことの理解者も30年前から比べると飛躍的に増えています。組織の風土改革を手掛けるスコラコンサルトが女性社員の才能を見つけ生かすセミナーを行います。スコラコンサルトのオフィスにお邪魔します。通常ある受付がありませんよね。おしゃれなオフィスですね。木のぬくもりが感じられます。こちらも開放的なスペースとなっています。社員の座席は特に決まっていないんだそうですよ。フリーアドレスになっています。そしてこちらにはガラス張りの会議室もあります。いいアイデアが浮かびそうですね。このオフィスのレイアウト、社員の方が考えられたそうです。こちらにもスコラコンサルトの経営理念が生かされています。こちらが会議室です。これから春風参謀育成セミナーが始まります。春風参謀とは組織の成長の要となる一般職女性を指します。春風参謀の見つけ方、育て方、生かし方について私どもが情報提供して皆様と一緒に考えるという場にしたいと思います。組織の、ね、風土が今どんな感じかなっていうのはまずちょっとご自身の、感覚論になると思うんですけど、ちょっとこのチェックリストをやってみていただいてもよろしいでございましょうか。大体そうですね、5分ぐらい。スコラコンサルトと会社の風土改革に挑戦した脇産業の事例が発表されています。脇産業ではワクワクアンバサダー制度を導入されたそうです。春風参謀の成果いかがでしたでしょうか。会社のですね、中の雰囲気がとても良くなって、コミュニケーションもすごく風通しが良くなりました。一人で何かこう切り開いていくというよりはやっぱり仲間と共にやっていいんだなっていうのが結構自信につながりました。女性の強みを生かすっていうのは、いろんな場面であると思いますんで、いいんじゃないでしょうか。なんか必要なんじゃないでしょうか。女性がどんどんこう輝いて活躍してくれる、そういう風な会社になっていかないと衰退していきますから、やっぱりそういう参謀役の人をこう見つけてですね、会社の中でもこう広げていけたらなっていうふうに思います。男性社会的な組織が多いので、どちらかというとやっぱ一方通行の組織が多いですよね。なので双方向の対話と、それからつなぎ役であったりとか、部門の 横のつながりであったりとか、あと問題が解決できてないことを放置していないで、それを拾ってくれるような役割として参謀は多分必要で、最終的には経営の意思決定を担う、その、担い手になるというか、そういう人になっていただきたいと思っているので、これからぜひ女性の参謀が必要ではないかなと思っています。代表取締役の辰巳和正さん、2015年社内選挙により就任されました。なぜ組織の風土改革に着目されたんでしょうか。スマホには結構いっぱいアプリがあって、で僕も日常よく使っててすごく便利なんですね。どんどん日進月歩で進化していくんですが、どうしてもそのアプリという目に見えやすいものに注目しがちなんですが、実はもう一つ主役があってですね、それはスマホの中にある OS、 これがアプリとともに進化していかないとですね、実はアプリって機能しないんです。目に見えないんだけど、アプリと OS がともに進化することでですね、スマートフォンとして役に立つわけなんですが、これが企業にもそのことが言えるかなと思っていてですね、企業でいうと例えば目に見えやすいものでいうと、戦略とかですね、仕組み、制度、システムみたいなものがあるわけです。これはどんどん時代の変化とともに新しいものに入っていくんですが、ただそれを本当に機能させるためには OS も必要なんです。その OS が進化していくことが必要なんですが、この OS というのがですね、僕らでいうとこの組織風土なんです。でこの2つがですね、共に進化していくことでようやくですね、会社として進んでいくわけですが、どうしてもですね、よくお客様とかに行くとですね、この目に見えやすい、どうしても目に見えやすいこの戦略とか仕組みとか、そういうものが重視されてですね、でこれがうまくいかないとまた新しい戦略が入る。経営が変わると前の戦略を否定して新しい戦略を入れる、仕組みを入れる、組織を変える。でもなぜかうまくいかない。それはそれを支える組織の OS がですね、
やらされ感満載ではなくてですね、本当は自分たちでそのことを進化していく組織に変えていかなければならないのに、まあ、やらされ感満載でやっている限りは当然そういう新しいアプリを駆動することができないわけなんです。でもそういうものをアプリを入れてですね、アプリがうまくいかなかったらまたアプリを入れてみる。でそれを社員はやらされ感いっぱいでやっていく。会社も成長しないし、働く人もこうやりがいを失っていくと、まあ、そういうことがよく見られましたので、僕たちとしてはやはりそのことを本当に良くしていくためには、目に見えないこの OS である組織風土っていうものとアプリである仕組みを一緒に変えていかないといけないと。なのでこの組織風土の重要性を世の中に問いたくてですね、まあ、この会社がまあそういうことを始めて、まあ、それが30年前からスタートになります。スコラコンサルトは組織のありたい姿を実現するため、プロセスデザインという独自の方法論で企業を根本から変える組織改革を30年間支援してきました。プロセスデザインには3つの主要な手段があります。部署や上下関係を超えて本音を話すオフサイトミーティング、改革に前向きな思いを持つ人々をつなげるコアネットワーク、役員などが組織改革を包括的にサポートするスポンサーシップです。方法論としてプロセスデザインを掲げられているんですけども、どういうところを大事にしていらっしゃるんでしょうか。そうですね、僕たちはプロセスデザインの中で、まあ、大きく3つぐらいですね、このポイントは大切だなと思うのは3つありますと。で1つはその問い直し、1つは事実実態、1つは意思決定、この3つは重要だと思ってます。で問い直しというのはですね、どうやるかってすぐやってしまうんですけど、その前になぜやるのかってことをですね、みんなで考えるってことが結構重要で、まあ、多くの会社で自分がなんでそれをしたいのかってことはなくですね、言われたことをただ単にこなしてるってことが多くてですね、で今回のこのことについても自分で何のためにやるかなくですやってしまうとですね、意味がつながらないんですね。なので自分にとっての意味が何かをしっかり分かって、このことをやりたいと思う状況を作ってやっていくというのはすごく重要だと思ってます。そういう意味で何のためにやるのかっていうのを問い直すというのが一つのポイントになります。で2つ目は事実実態。じゃあそのすぐじゃあそこからどうやっていったらいいのかってやる前にですね、もう一個手前に何がそこで起きているのかっていうのを見ていきます。その事実実態がしっかり集まらないとですね、誤った方法論になってしまうことが多いです。例えば、社長と現場がいてですね、社長が見えている事実があって現場が見えている事実があって、これが一緒だったらいいんですけど、違う場合、社長が見えている事実と現場の事実が違ったらですね、大抵は現場の事実がテーブルの上に乗らないです。社長に対してこう否定的に聞こえるからかもしれないですけど、でその時に、まあ、社長の見えている事実で意思決定してしまうと、そうすると誤った打ち手になってしまう。なので本当に何が起きているのか、それが不都合な事実であったとしても、しっかりテーブルの上に乗って議論して、その上で意思決定していくっていうのはすごく重要になります。で3つ目の意思決定はですね、要はその事実が多面的に出てくれば来るほど、その意思決定に対する不都合な事実もあるわけなんです。いや100点の打ち手ってないんですね。で大抵その意思決定される人は100点の答えじゃないので怖くて前に進めないんです。でもこういう見えない世界を作っていくときには、その中でも意思決定していかなければならない。たくさんの周知を集めて意思決定する、これは結構重要で、だけど失敗したらそこで起きる事実が見えるわけなので、その事実をベースにまた考える、まあ、こういうことを繰り返してやっていくということがプロセスデザインにとっては重要になるということになります。30年間組織の風土改革取り組んでおられるわけですが、成果はいかがですか。そうですね、30年前はですね、まあ、高度経済成長の終わりぐらいになりまして、実はまあそうは言っても日本経済強くてですね、僕らが言ってる風土みたいなものの問題意識をいくら掲げてもですね、ほとんど相手にされない時期がずっと続きました。でそこからやはり2010年を超えてですね、よりどんどん進化のスピードが上がってくるとですね、もっともっといろんな打ち手を打たなければならないけど、有効に効いていかない、自分たちの会社がそう勝ち残れないというような会社が多くなってですね、そのことで僕らの会社に問い合わせも増えてきました。そして本当にこの風土というところを変えていかないと会社が変わらないんじゃないかっていうことの理解者も30年前から比べると飛躍的に増えています。ですので昔よりも最近の方がですね、本当にお客様と一対一しっかり向き合ってですね、組織を変えていける、まあ、そんなことの事例がたくさん出てきています。これがゴールではなくてですね、もっともっと僕たちも組織というものを良くして、本当の意味で制度や仕組み戦略がうまくいくための進化をしていかなきゃならないと、まだ道途中だと理解しています。ス
スコラコンサルトの独自方法論プロセスデザイン、一方的に解決策を提示するのではなく、社員が自分の力で考え組織の壁を越えていく、働きがいを持ちながら成果につなげるというアプローチの仕方、非常に共感を覚えました。